どうもボボビートレザーのボビーートレのです、えー、今日は水曜日ね、えー、引き続き、えー、ね制作の話ということでですね、えー、今週もねこれねバルハット完成への道のりの動画、ね、のその4、えーね、始めさせていただきたいと思います。 思いますで、えー、ボビーア・トレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。そんな感じで、えー、<laughs> まあ、あねえーまあ、ゆっくりね、やっていきたいと思います。えー、先週まではですね、えー、このハットをですね、えー、どうやったかな、えー、カットし、全部カットして、えー、ね、ボンド、ね、ゴムのりね、ゴムのりを塗るところまで。 し、えー、しました、ね、で今日からはですね、えー、これですねえー、ねこれねゴムのりをね貼ってこう両面をこう貼ってですねこのコロコロでですね、えー、これはブリムですねブリムを、ね、接着してますね。 両面ねこうこの、このローラーで押さえてね。で、まあ、あの今日はですね、えー、このブリムが、ブリムに穴を開けるところまでですね、えー、やらせてもらいますね。で、まあ、あのまた来週は、えー、このクラウン部分ね、クラウン部分を作っていこうかなと思います。ね。 場所を変えてですね、えー、<laughs> こんな風にポンチでですね小槌でコンコンと一発ずつ穴を開けていきます。これね失敗できないんでね,、えー、ね失敗して開けてもうたって言ったらもう終わりなんでね、えー、ここは集中してね、えー、やっていきますね。ねこんな感じでね、えー、いろんな角度から撮ってますけどねでもこ,、まあ、この、えー、部分はこの角度で。 こっちのマ,マイクをマイクやったらこのカメラをですね <laughs> 位置を変えてこういうねあの、えー、こういう小刻みにですね <laughs> あのいろいろアングル変えたりして、えー、工夫はしてるんですよ。うん <laughs> ねえー、こんな風にですね1、えー、発ずつ穴を開けていきます。ね、こ,のこの間はですねね、えー、本当に、ねえー もう無心にというかあまさにね、えー、本当に無心に、えー、やってますねえー、あごめんごめんねまだまだ最初からなってるね <laughs> まああのこんな感じでねでじゃあこのねちょまだある程度飽きましたというところまでねちょっと端折りました <laughs> ねえあのまああんまり長くなるもね えー、あれなんでもうず,っとずっと来週もこんな感じですけどもね、えー、その辺はですね、えー、まあ気長にお付き合いいただければ幸いですねはいまあこれもこんな感じでですね、えー、黙々とですね穴を開けていってますいろいろこれもまた違う角度から撮影してるんですけどね えー、どの角度をやったら一,あの一番こういえ感じで見えるかなとかあいうことをこです、ねえー、探り探りしながらあやってるんですけどねもう柳総理のお椅子に座ってですね、えー、この台でね置いてちなみにですねこの作業しているこのダイヤルでしょこのおも木,木のね、うん、木にこうめが貼ってねこ馬のめ側ですよ。 それを張ってねあの絨毯とか止めるようなやつでねコンコンと打ってなんか太鼓みたいにしてねこの木はですね、えー、あの備中かぐらとかあーそういうのをね作るあの家具とかも作るんかなこれはまあ備中かぐらを、えー、作る時のですねストックして置いておいたあのお面をね作るために置いておいたあの切りの木なんですねだからすごい軽いんですね 当時、えー、妻のですね、えー、お父さんがですね電、えー、電気の工具でガーッとカットしてで車戻ってそれを持って帰ってですね、えー、それに、えー、まあ傷もつくんでね皮、えー、を貼ってねでまあもう10年以上これをね使ってますまあこの台の上でね、えー、叩いてるわけですよ。 ちんうん、でまあこの叩く場所もね決めてましたねこのこのえっ、ー、とこのお台を置く場所このアトリエはですね、えー、まあ,あの建物が1階なんですよでそこのお1階のところなんでねでまあやっぱり普通の床なんで響くじゃないですかやっぱこう振動があるからねでだからですね、えー、穴をですね大家さんがあの <laughs> この床を開口してですねこう四角く。 そこ,だけそこにえこう何て言うんですかモルタルをですね <laughs> 流し込んでえそこだけねコンクリート詰めっていうか <laughs> そんなような感じでね音が響かないようになってるんですねはいまあそういう工夫をしてですねこのアトリエはあねえま,あまあ多少音はしますけど 普通にやるよりは音は響かないかなって感じでえまあ晩ね遅くまでだいたい夜ねこんなことやってますからねまあ朝もそうですけどだいたい午前中いろいろブログ書くときはブログ書いたりとかあそういう風なのに当てたりしてますけどねうんでだいこう夜こう集中してる時にですねえ夕方からだいたいこんな感じでやってますね。はい まあ最近まあこのライブ配信とかがあるんでねまあどっかその時間も当てなあかんし時間のやりくりっていうのが一番目下今の僕の課題ですねはい <laughs> はいえー、まあそんな感じで、えー、ねだいぶこれでいて開いてきたでしょ穴がねまあもう 最後までこれ一あ撮っても、まあ、こうほんまこうどっかで編集してええー、感じのこうふわっとしたこのイメージムービーを作る予定でね、えー、撮影したんですけどもね、まあ、平たく言えばですねこのお今これハットを制作してますけどハットに限らずですね、えー、このハンドステッチで作るボビー・アトレザーのね、えー、作品はですね えー、こんな感じでですね、えー、ずっと制作をね、えー、続けています、まああのー、手縫いでね縫う場合もそうなんですけどここの場所でですね、えー、違う工具でねこういう風に打ち付けてね穴を開けてい、えー、ってますねはい、まあちまあ、ここのスペースはもう穴を開ける専用かなほとんどねうん あと、まああのー、焼き印をね押す時はあこの台の上にですね、えー、板を、えー、かまぼこ板みたいなね普通の板をですね並べて、えーね、焼けますんでねこのままあのやったらねほんで上叩いてるのこれゴ,ゴムの分厚い板なんでね。うん もうだいぶこれ10年以上使とからあのこの裏、裏がね、もうこうえぐれてるんですよね。こうなんかもう叩いているでしょ、年中。だから、こんな感じで、ね、あのちょっと反ってるんでね。えー、その下にあの分厚いフェルトをですね、置いて、一応防音っていうか、あのくね、あのこうショックをとあの和らげてるっていう感じなんですね。はい。まあ,あ、こんな感じで、まあ、もうこれくらいにしておきましょうかね、この棒はね。で、開き,きました、ということでね。で これ開いたねでこれを今度はですねこの中のねやっぱりあのハットのブリムなんですねこの頭をかぶせなあかんのでねで、えー、このねカッターナイフでですねこの銀ペンのラインに沿ってカットしていくんですね。 当初はですね、あの作り始めた頃はあはのの、この工程はなかったんですよ。えー、と最初からね、もうあのドーナツ状に輪っかにしてですね、えー、つけたんですけども、やっ,ぱやっぱりこう、ちょっとずれも出るし、ね、やっぱりこう、かぶり心地も考えて、えーね、こういう風に真ん中をクりっとカットしてます。ね、あのだから、あこのね、えー、くり抜かれた方の。 このね、レーザーは非常に、えー、もったいないっちゃもったいないんですけどね何、えー、かに使えればなといつも思いますけどね、まあ、ちなみにあの今このカットしてるでしょ今僕の,のマウスパッドになってますあのこのアトリエの <laughs>、まあ、そんな感じでねあとはもあちっちゃいものとか作る時とかに、えーまあ、この真ん中の方にはね糊りはついてないんで,で、まあ、ちょっとしたパーツとか小物を作る時に、えー、使ってますね。 はいまあ、今日はね、えー、このブリムをカットするとこまでね,、えー、ねさせていただきました、ね、こんな感じで、えー、息を止めてですねこう全,力あのこう全集中でですかでもこんな感じでね、えー、やりましたということでですね、えー、パーツができましたということですね、まあ、来週の水曜日はですね、えー、この今日はブリム えー、来週の水曜日ですねこのクラウンのね、えー、同じような工程になりますけど穴を開けて、えー、ねまあ,あいろいろやっていくという工程に進んでいきます。それではですね、えー、またね、えー、なんかこうなるほどなって思った方はですねあのアーカイブでも全然結構なんでね、えー、ハートのですねいいねこ,のこれよりもハートのですね おーって感じですね。連打していただければあー非常に助かります。というか、嬉しいです。<laughs> でそんな感じでまたあーね、えー、お会いできたらと思います。また来週も楽しみにしてくださいね。それでは、明日はですね、えー、次回は、えー、作品の話。ね、またあー、過去のですね作品のこととか、あーいろいろなことですね、えー、エピソードを交えながらお話しさせていただこうかなと思います。それでは。 またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。